What up, everyone? Back again with another episode of Scarlet Nexus. We're gonna do some spawn missions here. Let's start with Honeybee. First, we get her a gift.現場に何か話しておくことなかったっけ？My girl swinging it. Anyway, it's our bond mission. So first, you're a traitor. You might be fine with that, you too, but I'm not. That's a bond mission. どうしたんだ、花火。ため息ついて。何かあったのか。なんでもないの。水臭いこと言うなって。幼なじみだろ。今までもいろいろ話してくれたし、また話聞くよ。ユイと、そうだね。ありがとう。実はこの間戦闘中に怪異の周りの建物を巻き添えで焦がしちゃってね、ゲンマから注意されたんだ。超能力の使い方が荒い、そんな戦い方じゃ守るべきものまで傷つけてしまうって。手厳しいな、ゲンマ。ゲンマの言う通りだと思う。確かに私ちょっと自覚が足りなかった。ゲンマが言ってたんだ。海抜群の一員として自分がどうなりたいか、何のために戦うかよく考えろって。だけど私、海抜群として自分が目指すものなんてまだ全然イメージできてなくて。そういえば花火は海抜群で何をしたいとか考えたことないって言ってたな。それに私たちが入隊してから見てきた海抜群って、怪しい秘密とか非人道的な実験とか、子供の頃のかっこいい海抜群のイメージなんかひっくり返るような暗い部分ばっかりでしょ。確かにそれはそうだな。自分たちがいる組織がいろんな人たちの犠牲と苦しみで成り立ってきたって知っちゃったのにさ、今さら海抜群として何のために戦うかって考えても前向きなイメージなんて全然浮かばないよ。海抜群が思ってたような組織じゃなくて、がっかりする気持ちはよくわかるよ。でも戦うのは花火自身だろ。海抜群としてじゃなくても花火自身が何のために戦うのかってのが分かってればいいんじゃないか。私自身の戦う理由か。あるのかな、そんなの。よく考えれば何かあると思うけどな。何もないならどうして今まで俺と一緒に戦ってくれたんだ。一緒にって、だってそれはユイトが。俺が何？
なんでもない。もうちょっと考えてみる。そうか。別に急いで答えを出さなくていいよな。相談ならいつでも乗るし、あんまり落ち込むなよ。うん、そうだね。うじうじ考えちゃって私らしくなかったかも。落ち込んでても何も変わらないし。よーし、私もこれから自分なりの戦う理由きっと見つけてみせるよ。うん、その意気だ。ありがとね、ゆいと。元気づけてくれて。子供の頃はいつも俺が花火に元気づけてもらってただろ。だから今度は俺の番だよ。またそんな昔のこと。別にいいってば。まあでも気持ちは嬉しいかな。また話聞いてね。ああ、俺にできることがあったら何でも手伝うよ。うん、その時はよろしく。こんなこと言うと不謹慎だと思われちゃうかもしれないけど、ユニットでの生活も案外楽しいよね。ちょっと不便だけどな。うん、でもタイのみんないい人ばっかりだし、何よりユイトがいつも一緒だしね。これからもユイトと一緒に戦えるといいな。ユイトと一緒にいると安心できるから。 If this man Yuto does not get close to you, I'm just saying, bro. She's like sending the hints. Oh wow, so I get an assault vision for her as well. Cool, cool. We're getting new abilities, people. Osana Najimi wa soro soro sotsugyou kana. Ah, nandemo nai kara. Nani wa setteru nda?俺は花火と幼馴染なの。結構気に入ってるぞ。So this man Yuito is super clueless, but anywho. Next up will be何？これを俺にか？ゲンマ、また少し体が大きくなったか？そうか。最近トレーニングの調子が良くてな。へえ。何か心境の変化でもあったとか？少し恥ずかしいが、お前に負けたくないと思うようになってな。年寄りの冷や水と笑ってくれ。
so it's one of those alignment combo visions. So far, that's three of them I can do that with.何かあっても俺がフォローする。思い切って行け、ユイト。現場にそう言ってもらえると心強いな。感謝する。 これはいいものですね。 いただきます。 これはいいものですね。 Everybody doing it too. See you soon. I am here permanently. It's much more comfortable than I thought. I should come sooner. Okay. Alright, let's start with Gamma's Bond episode. ああ、ゲンマ、今暇か？よかったら、今度の休みにまたどこかに行かないか？ゲンマ？おい、
ユイトか。いや、すまない。少し考え事をしていた。何か困っていることでもあるのか？俺でよければ相談に乗るけど。そうだな。話しておいた方がいいかもしれん。実は海抜軍を退役した俺の友人が急に行方をくらましたらしい。行方不明？大変だ。何の手がかりもない状態なのか？俺もその友人とはしばらく連絡を取っていなくてな。あいつの弟からメッセージが来て初めて状況を知った。心当たりはないかと聞かれたが何も答えられなくてな。どうしたものか考えていたところだったんだ。友達がいなくなったら心配だよな。何か俺に手伝えることあるか？いや、お前の手を煩わせるわけにはいかない。俺の個人的な事情だからな。迷惑はかけられん。悩んでる仲間を助けるのは迷惑とは言わないよ。とりあえず話すだけ話してみてくれないか？話してるうちに解決策を思いつくかもしれないし。うん、すまんな。ではお前の行為に甘えさせてもらうことにしよう。行方不明になっているのは俺の同期の友人だ。海抜軍にいた頃は同じ隊で活動していたこともある。だが年齢とともに肉体成長を止める矮化剤の効果が薄れて体が年を取り始めた。合法チルドレンの誰もがいつかは迎えることだが、そいつは俺より先に限界が来たというわけだ。老化によって超能力も衰え、戦うことが困難になってこの春に退役していった。そうか。怪我とか戦死じゃなく無事に退役できたのは良かったのかな。そうだな。だが実際のところ退役後の合法チルドレンが置かれる状況は厳しいものだ。薬の投与を止めたことで体は普通に年を取れるが、脳は長期間の酷使で極度に疲労した状態だ。肉体の変化に脳の疲労が重なり、さまざまな不調に悩まされる退役兵が少なくない。そんなに辛いのか？薬とかで治療できるものじゃないのか？通院して治療を受ける者も多いと聞くが、簡単に治るようなものでもない。長引けば精神的な負担もかかる。ってことは、いなくなった玄馬の友達も退役してから体調が悪かったのかな？なあ、心身ともに疲れている様子だった。心配で退役直後はなるべく頻繁に連絡を取っていたんだが、そのうちあいつは俺に軍のことや任務の話ばかり聞きたがるようになってな。どうやら海抜軍へ復帰したがっているようだった。退役後の生活に馴染めず古巣が恋しくなったんだろう。そうか。何十年も海抜軍にいたんだしな。いきなり生活をガラッと変えるなんて難しいか。元より望んで退役したわけではないからな。だが戦えなくなった者が海抜軍に戻ることはできない。俺はあいつが軍への未練を断ち切って新しい生活を築けるようにあえて距離を置くことにした。メッセージも返さず会うこともせず。今思えばやりすぎだったんだろう。行方を聞かれた時あいつの弟にも言われたよ。連絡を断つなんて友人としてあまりに冷たい態度だと。そんな。そう言われても仕方がない。もしかするとあいつが行方をくらましたのは俺のせいかもしれない。本当に必要とされていた時に俺はあいつを突き放して追い詰めてしまったんじゃないかと。玄馬は友達のためを思ってそうしたんだろう。だったら今自分を責めても仕方ない。
まずはできることを試してみたらいいんじゃないかな。とりあえず本人には連絡を取ってみたのか？いや、まだ俺から連絡はしていない。だったら試しにメッセージを送ってみようよ。居場所がわからなくても無事ならきっと届くはずだ。もしかしたら向こうも玄馬からの連絡を待ってるのかもしれない。そうだな。じっとしていても始まらん。お前の言う通り、やれることをやってみよう。ダメだ、返事はない。メッセージに気づくまで少し時間がかかるかもしれない。届いてるかどうかはもう少し待ってみよう。あるいは届いていても返事をする気がないのかはこちらでは判断できないが、お互い海抜軍所属だった頃はブレイントークで簡単に連絡が取れたし、 GPS もあって便利だったんだがな。退役してるとそうはいかないもんな。いちいち端末からアクセスしないといけないし。俺にはまだ退役後の不便さは実感できないが、あいつは苦労していたかもしれないな。そうだな。とりあえずしばらくはこうしてメッセージを送り続けて様子を見てみようよ。その間に他にやれることがないか俺も考えておく。そうだな。お前が背中を押してくれて助かった。また何か動きがあったらお前にも報告する。あ、分かった。辛そうだったな、玄馬。俺、退役した人たちがどうしてるかなんて今までろくに考えたことなかった。もっと俺にできることはないのかな。そうだ、海抜軍のデータベースに退役兵の情報があるかも。ダメか、データは全部非開示だ。ま、海抜軍絡みなら当然か。渡る、悪い、ちょっといいか？お、どうした、ユイト？海抜軍絡みでちょっと調べてほしいことがあるんだ。手が空いてる時でいい。軍絡み、正規の手段じゃ探れない情報ってことだな。分かった、情報を送っといてくれ。調べてみるよ。ありがとう、助かるよ。なんとか玄馬の友達を見つける手がかりをつかめるといいんだけど。今更かもしれんが、ユイトは俺を避けたりしないんだな。避ける理由がないよ。もしかして他の人に避けられたりしてるのか？ああ、若い連中には俺のような老害は煙たいのだろうな。慣れてはいるが傷つかないわけじゃない。だからその感謝している。Now I have his assault vision. That's good. Oh man, that was depressing, guy. Good gosh. This man Gamma has literally gone through it, bro. 互いに信頼し合うとはこういうことか。ああ、ゲンマになら背中を預けられるよ。Sending messages isn't satisfying if there's no reply. Can we talk so I can get my mind off of it? Anything is fine. Reply whenever you see this. So anything is fine. Okay. Well, it's me with the lyrics. Published song. I don't know very well, but it's read about reply to a message coming. Can't sleep, can't eat.Oh, I remember. It's a love song. Sorry, I wasn't trying to make a joke or anything. Love is about being upset and feeling down, right? I don't understand the feeling at all anymore. I guess it's because I'm getting old. I know the love isn't for me
Thanks. I learned something. I don't think that's the lesson you should be learning with that, but okay. Oh, this bastard. We have to talk. Hey, Yuto, I want to tell you something. Come to peace now. I'm trying to ignore where we stand. Just talk to you. You listen. Seems no, sounds no cooperative. All right. We'll see. またしても遅かったな。まあいい、僕は心が広いから許してやる。そいつはどうも。で、話ってなんだ？お前の戦い方についていくつか言いたいことがある。戦い方？そうだ、今まで何度か戦闘を見てきたが、お前の動きはあまりにも無駄が多すぎる。訓練生ならともかく、曲がりなりにも一人前の海抜軍なら、あんな行き当たりばったりの戦い方をするな。戦場では常に敵の動きを読んで、次に何が起きるかを考えながら動け。お前にも脳みそがついてるんだろ。呼び出されたと思ったらいきなりダメ出しかよ。一体何考えてるんだこいつは。 I don't like this dude, bro. 聞いてるのか？僕の貴重な時間を割いてやってるんだぞ。ちょっと待て、状況が飲み込めないんだけど、なんで俺呼び出されたんだ？お前にはこの間ほんの少しだけ世話になったからな。お返しに戦闘のアドバイスをしてやってるんだ。アドバイスのつもりだったのかよ。普通にバカにされてるのかと思ったぞ。な、失礼だな。教えを受けたくないなら僕は帰ってもいいが、お前も強くなりたいんじゃないのか？ムカつくけど、シデンも一応海抜軍の先輩だもんな。善意のアドバイスならおとなしく聞いてみるか。わかった、じゃあありがたく拝聴するよ。 Bro, you better than me. 努力しない者に勝利はない。苦労もせずに育ってきたやつには縁のない言葉だろうがな。いちいち嫌味を挟んでくるな。友達いなさそう。話を戻すぞ。さっきは敵の動きを読めと言ったが、経験の浅い新人に怪異の動きの予測は難しいだろう。おぼつかない知識に頼るより、予想外の攻撃を避ける瞬発力や冷静な判断力を養った方がマシだ。なるほど。だが残念ながら、今のお前には瞬発力も判断力もない。今まで生き残れたのが奇跡だな。は？よほど運が良かったか、周りの仲間のおかげか。早死にしたくなければ、もっと自分の力を磨くことだ。さっきから黙って聞いてれば嫌味ばっかりだな。シデン、俺のこと嫌いなんだろ？なんか理由でもあるのか？なんだと？この僕がわざわざ親切に助言してやってるのに、それを単なる嫌味だって言うのか？いや、少なくとも最後のは明らかに嫌味だっただろう。いいだろう、聞きたいなら教えてやる。確かに僕はお前が気に食わない。最初からずっとな。僕はスカウトされてから強くなるために何年も努力して、幾度となく視線をくぐってきたんだ。スメラギ家に生まれてちやほや育てられた苦労知らずのお坊ちゃまを僕が好きになれるはずがないだろ。家のことは関係ないだろ。俺は俺だ。お前自身がどう思っていようが、周りはお前をスメラギのお坊ちゃまとしか見ないさ。それは確かにそういう人もいるけど、俺はそのせいで
いつも色眼鏡で見られたり、ずっと苦労してきたってのに。でも、それを口にしたら、シデンのことだから、もっとなんか言ってくるだろうな。それが嫌なら、家の名前が霞むぐらい強くなるしかない。だが、人の助言も素直に聞けないようじゃ無理だな。お前みたいな志願兵が瀬戸さんの招待に入れたのも、どうせスメラギ家のコネだったんじゃないのか？な、気に食わないといえば、お前がやたらと集めてるらしいあの人形もだ。パッキンちゃんだかなんだか知らないが、あんな丸っこい変なやつのどこが可愛いんだ。言っていいことと悪いことがあるぞ、シデン。パッキンちゃんじゃなくてバッキーちゃんだ。バッキーちゃんに失礼だろ。っていうかさっきから何なんだよ、言いたい放題ひどいこと言って。なんだと？わざわざアドバイスしてやった僕に文句をつけてきたのはお前の方だろ。アドバイスじゃなくてネチネチ嫌味言ってただけだろ。もういい、俺は帰るからな。勝手にしろ。まったく、一体何だったんだ、シデンのやつ。 I'm saying, bro, that man's a dumb. 誰がアドバイスだと思ってるのかよ。あれは根っからの嫌味マンだ。もうあいつの呼び出しには応じないぞ。 I tell you, that boy is a dick. I can't, yo, can't stand you down, bro.Just have her next, and then we'll probably start the next mission. Finish the run. というわけで、強制お休みプログラムバージョン 1.1 では新機能を搭載してある。休憩モードに入ると分かりやすいリラックス法をレクチャーするシステムを導入したんだ。さあ早速試してみたまえ。あのさ、嵐、今日はテストに付き合うために来たわけじゃないんだ。そのプログラムの開発やめたらどうかな。なんだ、そんなつまらないことを言うためにわざわざ私に付き合ってくれたのか。全く時間の無駄だな。それなら誘いをかけた時点でさっさと断ってくれればよかったじゃないか。いや、このことについて嵐とはきちんと話し合うべきだと思ったんだ。ふーん、ではご考説を受けたまわろうじゃないか。そんなんじゃないよ。ただプログラムで機械的に休みを押し付けるのはどうかと思ってだけさ。疲れを和らげたりリラックスさせるのだってもっとシンプルなやり方があるだろう。悩んでいれば相談に乗ったりとか、不満そうなら愚痴を聞いてあげるとか。なるほど、それなら検証する必要があるな。ではユイト、君の話を聞かせてほしい。え？君からの提案を受け入れると言っているのさ。苦労続きでいろいろと不満が溜まっているだろう。ほら、俺の悩みなんていろいろありすぎて、家族とか兄貴のこととか。スメラギ本部長か、今の我々にとっては少々厄介だからね。あんなおぞましいことに関わってるなんて思いもしなかったよ。しかも俺を反逆者として認定までして。親父だって俺には何も教えてはくれなかったし。君が混乱するのは分かるよ。ただ私には本部長の判断が少しだけ理解できるがね。嵐は兄貴たちのやり方を容認するっていうのか。そうは言っていないよ。賛同などできないし、
彼らの行為自体も許すつもりはない。しかし必要ならば肉親さえも切り捨てるという効率優先の姿勢は私も似たところがあるからね。嵐は吹雪連隊長に対してもそんな風に思えるのか。場合によっては弟でも切り捨てていいって。いいと思っている。だが吹雪には私と同じ判断はできないだろうな。あいつは良くも悪くも子供だからね。君と吹雪はそういうところが似ているよ。なんだよそれ。子供は誰でも何でも自分の力で救えると思っている。だが現実は違う。切り捨てなければいけないものが必ずある。その折り合いをつけて諦められるのが大人なんだよ。嵐はそんな大人になって本当は嫌なんじゃないのか。言ってくれるね。まあそうなのかもしれないな。確かに子供のまま何でもできると思えるのは幸せだろうけど、自分勝手に好き放題サボれるのは大人の特権だ。どうだい、大人ってすごいだろう。いや大人ならサボっちゃダメだろ。ユイト、やっぱり君はあいつによく似ているよ。Yo, this girl, yo, she's mad lazy, bro. Oh my gosh. Anyway, that was a lengthy amount of bonding missions there. Yeah, let's get started with the first mission. Let's go.疲れたな。少し休もう。みんな、ちょっといいかな。これから先のことなんだけど。渡月に行くか、セーランに行くかって話だよね。ああ、でもセーランはニューヒムカとはあまり変わらないんじゃないかって思うんだ。あのアンプルのことを考えるとさ。だから思い切って渡月に接触してみようと思う。それは渡月へ亡命するということですか。いや、ただ逃げ込むってわけじゃないよ。渡月がどんなところかもわからないし、ただ宗教自治区として独立を保ってきた場所らしいし、スオやセーランにはない情報があるかもと思って。俺は親父や兄貴と違ってこの国の政府、この国の本当の姿を何も知らないで生きてきた。多分今も知らないことの方が多いんだと思う。だから知りたいんだ。そのために少しでも新しい情報を得られる可能性があるなら行動したい。どうかな。隊長に同意だ。アジトは安全かもしれんが、このまま息を潜めていても事態は何も変わらんからな。それに外部から独立しているなら、ユイトがスオーやセイラン、カサネに狙われる危険性も低くなるだろう。どんなところかわからないけど、
行く価値はあるかも。やや消去法的ではありますが、スオウやセイランからこれ以上情報が引き出せないのは確かですしね。それに僕もこの国の謎に挑む者の一人として、トゲツには興味があります。兄さんの真意にも。ねえ、実はトゲツについて思い出したことがあるんだ。前にね、うちのおじさんが仕事でトゲツと取引をしてるって話してたことがあったの。おじさんの海抜群病院とってことか。うん、独立都市って言ってもビジネス上の取引なんかは普通にあるみたい。取引って何を？確か食料とか医療品だって言ってた。今も続いてるのかわからないけど。おそらく取引内容はそれだけではないでしょうね。海抜群病院が絡んでいるとなると、超能力研究や怪異化技術に関わるような何かだろうな。なんかトゲツもちょっと怪しいよね。元より多少の危険は承知の上だ。虎穴にいらずんば孤児を得ずというやつだろう。うん、俺もそう思う。花火、大事なことを思い出してくれてありがとう。おかげで慎重に行動できるよ。花火、一緒に渡月に行くよね？もちろんだよ。別におじさんと取引してようが私には関係ないもん。むしろ悪いことしてる連中ならとっちめてやらないと。いきなり喧嘩腰というのはどうだろうな。心意気だよ、心意気。花火が一緒でよかった。花火が一緒だとあったかくなる。え、そう？ムードメーカー的な。トゲツは雪深い山中にあるそうですからね。発能力目当て。さて、我が隊の目標は決まったようだな、隊長。あ、そうだな。じゃあ、トゲツに向けて出発だ。A snow location. Okay, this is getting interesting. Oh my gosh. This game, bro. This game.ヒエノさんか。雪と氷の世界だな。寒い。思った以上に。Alright, so that's...Party. We are gonna use there. Let's see. I think visually.
him the mask. What else can we give him? Okay, so that's the right place we're supposed to go. Definitely my pick for like RPG of the year. Easily, man. Yep. Okay, it's definitely a bad one. Oh wow.
火の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな。気をつけてくれよ。ユイト、僕の超能力が役立つかもしれません。俺の超能力を使ってみろ、ユイト。よし、戦闘終了だ。Interesting. Koi. Kimatane, sensei kōgeki. Yakedo shinai de ne. Yaku. Denki wo tsuta kōgeki wa yō kēkai da. Kanden shichimau to udoke naku naru kara. Oh my god. Chotto jishin tsuite kita kamo. Ikedo. She's a woo. 危なかったな。防御が必要な時は俺の超能力を頼ってくれ。For those exploding others. Saki へ行くには、この氷の塊を何とかする必要がありますね。大きいので、動かすのは無理そうですが。ユイトな。ら壊せる。でも、超能力を酷使するのも。Nope, I'm good on that. I'm good. Holy smokes. Okay, so there's some.This music here. してくる敵には気をつけろよ。
注意してくれ。Oh my gosh, they keep running. You're right. Good gosh, man. Oh, alright. Are we heading to this way? トゲツがあるのはもっと山の上だからな。雪山は天然の要塞になってるってわけだ。やっそやっ、もう結構来たような気がするけど、渡る、渡月まであとどれくらいだ？まだまだ、ルートの半分以上は残ってるぜ。本当に山奥にあるんだな。ルカ、大丈夫か？はい、なんとか。こういう険しい道程だと、僕みたいな幼い体はちょっと不利ですね。ルカ、俺の後ろに入れ。風よけくらいにはなるだろう。ありがとうございます。僕も玄馬のように鍛えられればいいのですが。ねえ、トゲツってトゲツ教の総本山があるんだよね。トゲツ教ってどういう宗教なのか知ってる？なんかカルトっぽいみたいな噂も聞いたことあるんだけど。こんな人里離れた場所に本部を置くくらいだ。自然と調和したり精神修行するような宗教じゃないのか。渡月教の情報はと、月を信仰してる宗教で、死した魂は月へ帰ろうが教団の掲げる思想。開祖は人よポープ。歴史は結構古いみたいだけど、ずっとこの山奥で静かに暮らしてるらしい。ニューヒムカが自治を認めているということは、その程度の小さな存在と判断しているとも取れますね。カゲロウならもっと詳しいこと知ってるんだろうけど、何しろ渡月教の伝道者だったらしいからな。つぐみ、カゲロウから何か聞いてないか？ううん、カゲロウは渡月教のことをあんまり話さなかったから。そっか。まあ、トゲツは独特の生活をしているようだが、交流断絶ってわけじゃない。門前払いはされないはずだよ。カレン元連隊長もそんな風に言ってたな。歓迎はされないだろうけど、話は聞いてくれるといいな。よし、みんな、トゲツまでもう一頑張りだ。
Oh man. Okay. So we still got a ways to go. A little bit better. Face something big here. ドライブを使う。
私の投資能力使えるよ、デイト。どうぞ見て。ダミーを生み出せる怪異のようですね。本体を攻撃したいところですが、それには観察が必要ですね。
No, I can move that. Okay, this up there. Okay. Interesting. I didn't know I could move that. I know. これでよし。Everybody. Facing in here. やったか。倒れる。
決める。このままじゃ。Clean? You look seasoned up in there, bro.超能力が役立つかもしれません。あの怪異の周りに入らないよう注意してください。自爆に巻き込まれますよ。火の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな。気をつけてくれよ。このぐらい。それでよ。
立て直そう。感謝だね。サンキュー。Okay, yeah, that was a little wild for me. Wow, I have three of these. Interesting. Okay. I guess this is where we head into. Okay. いらっしゃった。ユイト様がいらっしゃった。歓迎いたします。こんにちは。なんだか想像してた感じと違うぞ。花火一条様。いつもおじさまにはお世話になっております。 はい、お世話になってます。そのおじとはどのようなお仕事を？主に食料や医療品をご提供いただいて、こちらからは物資をお渡ししております。物資？急に訪ねてきたのにこんな風に迎え入れてくれてありがとうございます。俺たちは私たちの知識にご興味がおありでしょう。え？あなた方は特別なお客様。どうぞこちらへ。僕たちはどうやら歓迎されているようです。なぜかは分かりませんが。渡りに船とも言えるが、さすがに都合が良すぎるな。知識に興味がって俺たちが情報を求めてきたのを見抜かれてるみたいだな。ユイトと私のことも知ってたっぽいよね。見える範囲で怪しいものや人影はない。でも透視できないところもたくさんある。正直違和感はあるけど、もう少し踏み込んでみないと何もわからないな。さっきの人たちについていってみよう。つぐみ、何か気づいたことがあったらすぐに教えてくれ。渡るもよろしく頼む。うん、任せて。了解。十分に気をつけてくれよ。すごい量ですね。圧巻です。これは本物の書物でしょうか？もし許されるならじっくり読んでみたいですけど。Two pathways. I am so confused.
ここは一体。どうぞ歴史と対話なさってください。あなた方の望むものが手に入るでしょう。対話だと？一体誰と話せと言うんだ。この部屋には私たち以外誰もいない。この机の上の本を読めってことじゃない？あなた方は何を求めますか？強化？どういうことだ？なぜ強化の映像が？ This is starting to make more sense now. 該当件数1件。強化エデンについて回答します。強化エデンは、都月で作成されたデザインチルドレンです。何？デザイン？っていうか、作られたってどういうこと？デザインチルドレン、聞いたことがあります。確か特定の遺伝子を組み合わせ、任意の外見的特徴や身体能力を持つよう設計された人間だったかと。こっちも調べた。概ねルカの言う通りだが、理論が提唱されてるだけで実現は不可能とあるぞ。ええ、ちょっと信じられないですね。一階の宗教団体がそんな高度な技術を持っているとは。しかもそれが強化だなんて。強化が都月関係者だとは聞いたことがない。しかし現にこのビジョンは強化に見えるぞ。この姿は強化エデンではありません。超能力研究者にして脳科学分野のエキスパートである都月教会祖ヒトヨポープ博士のものです。だったら強化とそのポープ博士が同じかってこと？はい、強化エデンはポープ博士を元にして作成されました。ポープ博士が強化を作ったのか？いいえ、ポープ博士はおよそ2000年前に逝去なされ、存命ではありません。 What the hell? 都月教ってそんな昔からあったの？ Yo, this game just keeps getting better。建国された頃と同じ。あ、そうか。じゃあその頃のニューヒムカの情報もここにはあるってことか。あれ？月はあなた方を見守っています。消えちゃった。相手のペースに乗せられてしまった感がありますが、多分これは対話型のデータベース検索端末なのでしょう。そしてこの端末ではさっきのユイトの質問に対する回答権限を持っていないということですかね。じゃあ別のところに座ってみたらいいのか？情報の真偽はともかく、危険はないように感じたが。そうだな。よし、他の端末も試してみよう。So, Kasani's doppelganger is starting to make a whole lot more sense now. Kondo wa ore ga suwatte miyou. Anata gata wa nani o motomemasu ka? Nani kara kikeba ii ka?ニューヒムカが建国されたばかりの頃はどのような国だったんだ？ニューヒムカ建国について歴史の概要を回答します。ニューヒムカは今から2020年前に地球上で箱舟隊の民が建国した国家です。箱舟隊？それは何だ？月から地球へ降り立った移民団の名称です。え？月から？はい、原初の頃人類は地球上で繁栄していました。しかし現在より遡ることおよそ3000年、地球の軌道変化から環境の激変が生じ、人口が大きく減少した時期がありました。種の存続のため全人類は月へと移住し都市を建設。
月面から地球環境の改善を進めました。何を言ってるの。千年に及ぶ改善計画の末、地球環境がある程度整ったため、月面政府は移民団を派遣しました。それが箱舟隊です。わけがわからんぞ。人類が地球から月へ行って、それからまた地球に降りてきたというのか。ちょっと待ってくれ。話についていけない。移民団を派遣、つまり一部の人間が選抜されて月から地球へ降りてきたということですか。その通りです。ならば現在も月に人類がいるということになるんでしょうか。なんだって。あれ月はあなた方を見守っています。ブロー、That's wild. Yo, this story is sick, bro. どう思う？俺はもう途中から理解することを諦めたぞ。あまりに口頭向け、トゲツで語り継がれるおとぎ話と考えたいところですが。俺の情報網にもかすったことすらないぜ。こりゃトゲツ教の経典の一節とかじゃねえの？移民団がニューヒムカを作ったとなると、建国の父ヤクもスメラギも月から来たってことになるんだけど。ちょっと待って、ユイタの先祖が月から来たってこと？このビジョンの言うことが本当だとすれば、現在の地球人類の祖先は全て月からの移民ですよ。けど仮に月の話が本当だとしたら、ニューヒムカはこの情報を隠してるってことだよな。何か知られたくない理由がある。なんか他の端末が怖くなってきたんだけど。これに座るのはもうごめんだ。誰かの視線を感じる。誰もいないはずなのに。警戒を怠らない方が良さそうですね。This is wild. This is actually wild. 私が座ってみる。あなた方は何を求めますか。さっきの続きから。今も月には人類がいるの？その要求に正確に答えることは不可能です。それはどうして？現在月面政府との交信は一切が遮断されています。遮断？そうか、断絶の帯ですね。はい、断絶の帯の影響により、現在地球上から月の状況を知ることはできません。あれ？でも断絶の帯があったら、そもそも移民団の人たちも降りてこられないんじゃないの？怪異に襲われてしまう。いいえ、移民団が地球へ降り立った当時、断絶の帯はまだ存在していませんでした。移民団が地球へ来てから断絶の帯が出現したということですか？はい、その通りです。断絶の帯は断絶の針によって発生したって俺たちは歴史で教えられたよな。断絶の春は建国の頃の出来事。移民団が地球へ降りて、その後断絶の帯ができ、ニューヒムカが建国されたなら整合は取れています。だからといって信じる根拠にはなりませんが。じゃあ怪異も断絶の帯と一緒に現れたんだな。いいえ、怪異は断絶の帯の出現後、しばらく経って突如として出現するようになりました。え？同時じゃないのか？だって怪異は断絶の帯で生まれるんだろ。月はあなた方を見守っています。い
Yo, I'm getting tired of this girl, bro. 本当に月に見られてるような気がしてきちゃった。怪について謎が増えちまったな。ゲンマ、大丈夫？ああ。しかし、みんなこの話を信じているのか。俺にはとても。いや、俺もついてけそうにないけどさ。とりあえず本当かもで仮定して情報を引き出すしかねえよな。端末はあと一つだ。ここまで来たら全部調べよう。何かさっきから妙な気配がしないか。なんだか気味が悪い。 Bro, what is happening? Like, yo。では僕が座ります。あなた方は何を求めますか？単刀直入に聞いてみましょう。怪異とは一体何なんですか？ここでは求める情報は得られません。ベイブへのアクセスが必要です。ベイブ？ここにある端末だと答えられないってことか。ですがビジョンはまだ消えていませんね。そもそも皆さんお気づきだと思いますが、僕たちの偶発的な質問内容と適当に座った端末の持つ権限が一致する方が異常です。それは渡月に何か思惑があるということか？間違いなくあると思いますが、それが何かは。俺たちがここへ来る目的だった、スオーでもセーランでも得られないだろう情報らしきものは聞けたことになるよな。もちろん全部作り話かもしれないけどさ。しかし、今聞いた話を吹雪連隊長の作戦に当てはめるとどうなる？全国民に俺たちは月から来たと教えるのか？証拠もない笑い話になるのがオチだ。そうだよな。仮に本当だとしても2000年前だぜ。今の俺たちにとっちゃ遠い世界の話って感じだ。ああ、俺もそう思う。だから何か現代の、今の人々の危機感に訴える情報が必要なんだよな。現代の危機、回答します。え？クナドゲート。クナド高速輸送道路上空に現れた疑似ブラックホール。それがクナドゲートです。あの局所的な重力異常の話か。そういや、あれから特に新情報ないんだよな。でも、何が危機なんだ？この重力異常現象は日々成長を続けており、近い将来に地球を飲み込むと予測されています。何？地球をクナドゲートが飲み込むだって？またユイとスメラギの超能力の影響によりクナドゲートの拡大が観測されています。地球の滅亡はもはや避けられない事態と言えます。なんでユイとの名前が出てくるの？地球の滅亡、その原因がユイトにあるとでも言いたいのか？バカバカしい。ですが恐れることはありません。トゲツの教えを信じれば皆さんは必ず救われます。待ってくれ、俺の超能力が何だって言うんだ？クナドゲートと俺に何か関係があるのか？クナドゲートはさまつな問題、誤った宇宙をやり直し正しい未来を実現することが重要なのです。死した魂は母なる月へ、月はあなた方を見守っています。おい！ユイト、こんな情報を気にしない方がいいよ。きっと私たちを脅すためとかで。クナドゲート、確かにあの穴は周囲のものを引き寄せているとは聞きましたが、あれが大きくなって地球を飲み込むっていうの？
いえ、この話も鵜呑みにするのは危険ですね。ユイト、いきなり名前が出て驚きましたが、何かの罠かもしれない。惑わされないようにしましょう。ああ、心当たりはないけど、もしもこの話が本当だったとしたら、カサネが俺を狙う理由になるんじゃないのか。ユイト、大丈夫？ああ、ごめん、大丈夫だ。何の確証もないけど、カサネに会って確かめた方がいいかもしれない。だけど、確かめて真実だったとしたら、俺はどうすればいいんだ。さて、端末は調べ終わりましたが、最後の端末が言っていたベイブとは何でしょうね。ああ、そういや、そんな名前を言ってたな。ベイブの知識をお求めなのですね。びっくりした。いつの間に。Okay, this is wild. 正面の扉からお進みください。ベイブはあなた様を待っています。あの、ベイブって何ですか？トゲツを管理する都市コンピュータです。スオでいう荒はばきのようなものです。そんなもんがトゲツにあるのか？どうぞこちらへ。怪しいよな、どう考えても。部外者に荒はばきレベルのシステムへのアクセスを許すなんて普通では考えられませんからね。こんな小さい教団に荒はばきみたいなコンピューターが必要なのかなって感じもするけど。だけどここで切り上げて帰るってわけにはいかない。ベイブの端末ってやつを確認するだけはしてみよう。あの扉の向こう、すごく広い空間がある。確かに端末みたいなのか見える。気をつけてくれよ。こっちとの通信が遮断される可能性もあるからな。了解。ヤバそうだったらすぐ逃げるよ。ベイブか。この先は何が起こるかわからない。みんな気を引き締めていこう。これがベイブの端末ですか？はい、ユイト様、どうぞこちらへ。ベイブはあなた様の疑問のすべてに答えてくれます。あなた様はここで得た情報が真実かどうかをきっと疑っているでしょう。ベイブと対話すればその疑念も確信に変わる。どうぞ信じて触れてみてください。月はいつでもあなた様を見守っています。渡る、聞こえるか？ダメか。この部屋はサイネットが遮断されてるのかな。必要な情報を調べて早めに外へ出ましょう。この状態では無防備すぎます。ああ、とりあえず端末を起動してみよう。気をつけてね。あれ、ビジョンのポープ博士が出てくるわけじゃないのか。これどうやって情報を引き出せばいいんだ。この感じさすに近いような。なんだこれは。体が動かない。やめなさい、それは危険よ。早く接続を切って。聞こえてるの、ユイト？重ね接続って、そうか、
ベイブが俺の脳を乗っ取ろうとしてるのか。ユイト、ユイト、大丈夫？一体何があったんですか？脳をジャックされかけてたみたいだ。引き剥がしてくれて助かったよ。そんなに危なかったの？もうやめよう。先ほどの信者の態度は何か妙でした。最初からユイトの脳が狙いだったのかもしれません。幸いユイトも無事だった。情報は諦めてさっさと脱出すべきだな。ああ、でもただで返してくれるかな。ユイト、近くにいたから勝手に割り込ませてもらったわ。カザネ、カザネもトゲツに来てたのか。いや、それよりさっきは助けてくれてありがとう。お礼を言う暇があったら手を貸してもらえない？嵐たちがトゲツに捕まっているの。嵐たちが？どこかの部屋に閉じ込められているのよ。あなたベイブの端末室にいるんでしょ。そこからトゲツ全体の扉のロックを解除できないか試してほしいの。わかった、やってみる。どうしてカザネたちがトゲツにいるんだ。いや、今はそれどころじゃないな。ベイブはトゲツ全体を制御してるコンピューターだよな。なら扉のロックを解除したりできないかな。どうしたの、いきなり。カザネからブレイントークの強制接続があったんだ。嵐たちがどこかの部屋に閉じ込められてるらしい。え、カザネもトゲツにいるの？またユイトを狙いに来たのか。いや、さっき俺はカザネに警告されて自分が危険な状態だって分かったんだ。俺を殺すつもりなら助けたりしないだろう。わかりました。カザネたちとトゲツが組んでいる可能性は低そうですし、あちらも何かあったのでしょう。ルカ、ユイトがまた乗っ取られては困りますからね。大丈夫、普通に操作できそうです。重ね隊に協力するのもいいが、俺たちも逃げる算段を立てなきゃならんぞ。ええ、このロックを解除したら。まあこうなりますよね。ですがこれで嵐たちも逃げられると思います。ありがとうルカ。みんなとにかくここから出るぞ。Okay. Getting out of here. 安心できるのか？俺は構わんが。どう繋がった？みんな大丈夫か？大丈夫だけどピンチかも。早く脱出しなきゃ。来るぞ、気をつけろ。どいてくれ。カザネ、強化も一緒に来ていたのか。いや待て、これは。何をグズグズしてる。態度が塞がれるぞ。早く行け。突破する。さっき襲ってきた相手は何だったんだ。重ねと強化にそっくりだったけど。デザインチルドレン。強
効果だけじゃなく重ねも渡月のデザインチルドレンだっていうのか。他に同じ顔が存在する理由を考えられますか。四時の方向から敵へ接近、多分増援。のんびり話してる余裕はないぞ。今はそこから脱出することに集中してくれ。I'm saying, like, y'all, y'all stay just ready to talk, like, bro. Okay, that was eventful. yeah, we're definitely gonna end the episode here. I didn't expect it to make it this long, but yeah, we gained a lot of information there. So that explains the woman that saved Yuto when he was younger. And it also revealed a lot for Kasane. Which now is gonna be interesting when I stream back Kasane on Twitch. How that information leads up to this. But anyway. Hope you guys enjoyed the video. You guys know what to do. You guys like the video, hit that like button, comment and share. If you're new to the channel, subscribe to the channel. Follow my social medias in the description, especially Twitch. And yeah, I'll see you guys on the next one. Interesting to find out where this story leads. But you guys have a good one, and deuces.